北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。6月20日日曜日の20時になりました。こんばんは、ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、女湯トークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。各週日曜日に放送しております。また YouTube でお届けしているチャポンと行こう湯上がりチャンネルでは、ラジオと同じ内容を音声のみで配信しております。こちらでもお楽しみいただけると嬉しいです。さて、6月18日金曜日が過ぎまして、いよいよ私たちが作ったオリジナルの映画青化けのテーブルがね、公開になりました、はい、公開が本当に始まったばかりということでして、うん、今夜はですね、映画の公開を記念したスペシャル回ということでお届けしていきたいなと思っております。何がスペシャルかと言いますとですね、映画お化けのテーブルで主演を今回務めてくださっている女優の西田直美さんをゲストにお迎えして、3人で女湯トークを後半繰り広げるということが待っております。うわー、こんな日が来るとはね、自分たちがこうやってお店でやってるラジオに西田さんが来てくれるっていうことが、なんかまずすごく嬉しいですね、うん、もちろん俳優女優さんとしてもだけど、お付き合いさせてもらえばもらうほどに、一人の女性としてすごく尊敬するようになったし、より一層親しみ感じることが増えたので、うんうんうん、なんかそんな方がね、このチャポイコに来てくださるということがすごく嬉しいなと思っております、ぜひ最後まで今日もお楽しみいただければと思います。では今夜もチャプラーの皆さんからお便りたくさんいただいておりますので、それをご紹介するところから始めたいと思います。埼玉県にお住まいのラジオネームミニネコさんからのお便りです。映画青化けのテーブルの予告編を見て、予告だけでうるうる来てしまいました。いろいろ冒険した結果、ここに落ち着いているのや、なりたい私、なりたかった私などのキーワードの一つ一つが、今自分が求めている見てみたい世界だなと感じました。登場人物たちがどんな葛藤を持って、それがどこへ向かっていくのか、それをぜひ見届けたいなと思います。公開へ向けて忙しい日々をお過ごしだと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。応援しています。あ、ミニネコさん、ありがとうございます。とっても嬉しいです。そう、ね、予告編でうるうる来てくださったということで、ありがたいですね。ありがたいし、私もでした。あ、本当ですか。本編一度見たくせに、予告がだって後でしょ、吉部さん見たの。そうなんですよそういうとこあって、私どういうとこよなんだろう、ギュッと集約されてるからかな、やっぱり予告編って、うん、あのいいとこ集約されてて、うん、そうなんですよ、見てください。そうですねもうあの本編が劇場でね、ほんとつい先日公開スタートしたばっかりなので、うん、予告編じゃなくてね、もう本編ぜひ見に行ける方は行っていただけると嬉しいんですけれども、若い頃を思い出して見る人もいるかもしれないし、うん、今の大人になった自分の胸に手を当てて見る人もいるかもしれないし、若い方だったら今それの真っ最中だったり、あ、20年後の自分ってああなってるのかなっていう感じで見てもらえたり、うんうんうん、その世代を超えてどういう感想を持たれるのかっていうのすごい興味があるので、映画もう見ましたっていう人がいらっしゃったら、ぜひチャポイコのお便りコーナーの方でも ね、あの映画の感想をシェアいただけたら、全部取りまとめてね、監督とか、うんうん、一緒に映画作ってくれた制作スタッフの皆さんにシェアしたいなと思います。お待ちしております。お待ちしてます。じゃあ次のお便りいきましょう。青森県にお住まいのラジオネームスージーさんからのお便りです。佐藤店長、吉部さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。最近のぼせそうになるぐらいバックナンバーをリピートして聞いています。そのせいもあってか、ついに店長と吉部さんが私の夢の中に出てきました。学校の教室でみんなでテストを受けていると、吉部さんが急に立ち上がり、こんなことで人の良し悪しなんてわかるもんかと大声で言い、その後に店長がそうだそうだと加勢し、二人で先生を論破しているのをポカンと眺めている夢でした。
何のテストかは分かりませんが、60度ぐらいの熱々の2人が夢で見れました。お二人は最近見た夢の話ありますか？論破してたんですって私たち。しそうですよね。しそうですかね。そんなに、いや分かんないけど、いやこれでも本当辻井さんバックナンバーリピートして聞いてくださるのすごいありがたいけど、ほんとこんな夢見ちゃうぐらいのぼせなんか本当夢まで占拠して申し訳ないです ね、 ですね。だからこういう感じのイメージあるんだろうねどこかで、ね、やっぱラジオをこれだけ聞いてくださってる方が見る夢だから、うんうんうん、見当違いなわけないじゃない。そうですよね、うんうん、まあでも私もね、遠からず近からずなことは学生時代やってたんですよ。高校の時とかにやっぱりすごい正義感が強かったんでね、うんうん、先生にね結構歯向かったりしてね、意見言いに行くんですよ。すごくなんであの時あんなに勇気あったのかなって思うんで、うんうん、今そういうこと絶対しないんですけどね、うんうん、若さってすごいなって思うんですけど、忘れもしないですけど職員室の校内に向けてこう先生が発する放送ってあるじゃない、はいはい、うん、ある日の休み時間にもうほぼ怒鳴り声で、何年何組の青木みたいな職員室まで来いみたいな感じで呼ばれて、そう、まあいろいろ意見言ったことですごい怒られて、へ、先生の顔がねチュッてできそうなぐらいの距離までグワーって来て、うん、でその後もう結構先生とぶつかり合ったりしたんですけど、お互いにそれぐらいやってたらねだんだん好意を持ってくるんですよね。あ、なるほど。そう、それでね最後すっごく仲良しになって卒業するとき泣きましたなんだそりゃ忘れもしないんですけどね。吉部さんもある時本音がポロッと出るタイプではあるじゃない。そうですね、うん、私が本音出る時大体怖い怖い。そうだからこれありえるなと思うんです。ありえる。で同じクラスに私たちがいたら、うんうん、で私もその正義感で吉部の背中を押すように、うん、そうだそうだってやると思いますだから、ね、結構スージーさんの夢あながちね方向性が間違ってないから、すごい恥ずかしい気持ちになったよね。私ってそうですね、こういう人ですね。そうですよね、うん、で私も結構こういう人なんですよね、うん、何をやってたのかしらっていう、あらあらっていう感じだったんですけど、まあ、でもなんか今話聞いてみるとやっぱり今の店長とつながっててそう遠くないからもうなんかぶつかり方が変わっただけでやってることは同じなのかもしれないもうちょっとあの当時よりは器用に怒鳴られない程度にぶつかり稽古することは覚えたけどね、うんうん、根本が変わってないかもしれないね。変わらないですよね、うん、でも大事にしよう、その自分。そうだね、うん、そう、それで最近見た夢、忘れられない夢はありますかってご質問いただいてますよ。何度も見る夢とかはありますよね、うん、あります。すっすごい低空飛行でゆっくりしか進まないとかもうすごい平泳ぎとかクロールとか一生懸命空中でするんですけどあ進まないっていう夢とか、あれなんだろうね。あとグッてこう口を噛み締めると歯が抜けるとか、うんうん、歯が抜ける夢はなんか意味があるって私何かで聞いたことある。あとはねトイレットペーパーを持ってるんですよちょっともうね分かんないのよこの先の展開は。だけどちょっともう笑っちゃうのは何なんだろうね私はトイレットペーパーを買いに行った人で持ってるんです。でも気づいたらすっぱだかなんですようわっと思ってそのトイレットペーパーを隠れ蓑にしながら車の影とか電柱とかそういうところで一生懸命隠れながら家まで帰る。帰り着くんだ。帰り着くんです。裸なのに。裸だけど12ロール入ったやつを体の前に当てて、これで大丈夫って思って。でも人が来るから車にシャッて隠れたり、もうそれはそれは本当にくの一かしらっていうぐらい忍びながらある程度の距離を電柱とかさ、うん、車の陰に隠れながら家にたどり着くまでってまあまあ長い夢だよね。すっごい長いんですよもうなんかもうすっごいドキドキしてあ大変、なんで服着てないんだろう今日とか思いながらあ面白い。
いやもうね、私が見てる夢なんて、うん、今の吉部さんが言った夢に比べたらもう規模が小さすぎて。あ、そう、裸ではない、うん、着てるし、だからもう吉部の話で十分お答えになってると思うんで。優勝、優勝ですかね、はい、もう私たちだからちょっとあんまりいい夢見れてないってことなんですけどね。疲れてるのかな、かな。でもこれ夢判断ができる方に聞かれてたらすごく恥ずかしいですね、なんか意味があったら、ね、でもそういう夢見ますよね、どうにもならない夢、うん、そう、どうにもならない夢もうちょっとあまりに夢としてのリアリティがありすぎて今私ちょっと涙がもう出てるんです、笑いすぎて。いや、はい、じゃあその他にもたくさんのお便り本当にありがとうございました。お便りはすべてチャポイコスタッフ全員で楽しく拝見をしております。さてこれから私たちこの後、はい、都内の収録スタジオに移動というかね、はい、ワープしまして、うんうん、そこで西田直美さんとお会いしてこの後のラジオでお話ししていきたいと思っておりますので、チャポラーの皆さん、それでは行ってまいります。行ってまいります。さてお待たせいたしました、本日のゲストをお迎えしたいと思います。映画青化けのテーブルで主演の春子役を演じてくださいました俳優の西田直美さん、いらっしゃってます。こんばんは。はじめまして、今日はよろしくお願いします。私は実は昨日ちょっとまた別のとある撮影で西田さんにお会いしたりしているんですけれど、うん、はい、うん、吉部さんは今日西田さんお会いするの本当初めまして。初めましてです。今日はあの西田さんせっかく来てくださっていて、はい、映画に興味をね持ってくださっているチャポラーさん、うん、本当にたくさんいらっしゃって、6月の公開もう着てく服も決めてるとかっていうね、すごい、お便りもいただけて嬉しいんだろ う。今日西田さんがねこのラジオゲストで来てくださっているっていうことで、うん、いろいろあの私たちが変わって質問してほしいって思っている方たくさんいらっしゃると思うので、うん、チャポラーの方たちと私たち2人から、うん、今日西田さんにこんな質問をしてみたいなっていうのをいくつか考えてみましたので、うん、リラックスしていろいろ答えていただけたらなというふうに思っております、はい、じゃあ最初の、はい、質問、吉部さんお願いします。はい、ここ1年くらいで、うん、みんな生活がいろんな変化があったりとかして、うんうん、はい、世界中がそうだと思うんですけど、そんな変化の中でもささやかな楽しみを見つけつつ、うん、みんなできる範囲ですごい工夫して暮らしてて、うん、それが美しいなとか、うん、勇気が出るなみたいなシーンをたくさん見せてもらって元気が出たんですけれど、うん、はい、西田さんにとってそういう密かな楽しみみたいなものってここ1年であったりしましたか？うんうん、ここ1年だと本当にこの映画撮り終わってで、うんうん、で料理監修で冷水さん入られてるでしょ、うんうん、で冷水さんが料理教室やってるっていうのを聞いて行ってみたいって言ったら、うん、でも人気なんでしょってうんうん、うん、そんな入れないですよねなんて言ったら、うん、あ、キャンセルがあれば来てみるみたいな感じで言ってくださって、うんうん、それから行ってるんです。私行ってるんですよ、料理教室に。続いてるってことですね。続いてる、無理しなくていいよみたいな感じで終わった後に冷水さんに言われたんだけど、周りに1人ぐらいかないらっしゃるんですけど生徒さん、うん、その生徒さんに、いや絶対来た方がいいよって、今、うん、来なかったら席なくなっちゃうからって言われて行っていいのかなとか言って、2ヶ月に一遍とかかな、うん、なので、うん、じゃあ次回も予約しますって言って、そこから続いてます。3回行きました。へ、うん、8人の生徒さんの中に、うん、西田直美さんが混じってるっていう状態。混じってるそうです。でそこで習ったお料理を、うん、ただ見て写真撮ったり動画撮ったりして、うん、みんなで美味しくいただきます。へどういうジャンルの、いろいろなんですけど、初めて行った時は土鍋ご飯みたいなのとか、和食っぽい、うん、お家のご飯っぽい感じのもので、ぬかごとか、うんうん、あれを使ったようなご飯に蒸し鶏っぽいの作ったりとか、うん、あとお汁と副菜もいくつか作るんですけど、お家でも真似できそうな、でもちょっと自分たちの頭では考えられないのを作られて、うん、お皿もすごく素敵だし美味しいし、レシピもいただいて帰るんですけど、うん、ずっと作ってなかったの3回行ってね、うん、で1回目それで、うん、2回目が韓国料理だった、うん、チャプチェとか、うん、チヂミみたいなのとか、
それがとても美味しかった美味しかったんですよ。じゃあ家帰ってその冷水さんのところで教えてもらった料理を家族に振る舞うみたいなこともあるんですか？ずっとなんかその家族に料理教室に行ってんのに一回も作ってくれたことないよねって言われて何しんてんのみたいな感じでちょっと軽くジャブ入れられて、え、あ、そうだったねなんて言って、すごく美味しいんだよって終わってたんですでも平光さんだからほらなんか材料結構ほら、うん、料理教室やられてるからいっぱい購入されるじゃない、うん、チャプチェやった時にもうすごいこんなにたくさん入ってるのよって言われて、もしよかったら払ってくれないみたいなって言ったらなんか、うん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 、もう先生いいですよ、みんなちょっとずつ買いますよみたいな感じで他の生徒さんが言われて、うん、あ、じゃあ100円でこんなに買えるんだったら、あ、じゃあ私もいただきますみたいな感じで分けていただいて、うんうんうん、チャプチェもお家にあったのにずっと作ってなくってもう家でそのままもう乾燥してるしね、いつでもできるって思ってたから、うんうんうん、そのままほっといてたんだけど、うん、で子供に煽られて、うん、子供と夫にも食べたことないよなって二人ですごい私の普段の食事を見ながらそれをどんだけひどいもの出してるわけでもないのに普通の食事出してるのになんかそんな料理教室のその美味しい食べ物食べてみたいなみたいな煽られて、じゃあ今度時間がある時作るよ作りますよって言ってつい最近やっと時間ができたので作りました、はい、へー、すっごい自分家でやってもすっごい美味しかった。そうなんですね、うん、再現できるんですね、ちゃんとできた。なんかそうそう、豆腐のニラソースみたいのがあって、はい、その豆腐の上にニラをこう細かく刻んだのをこうちょっと塩もみして、うん、その上にごま油でちょっと味付けしたニラだれみたいのを作って、うん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 、それプラスラージャンっていうね、花山椒、うん、花山椒みたいな、はいはい、それと、はい、韓国唐辛子を混ぜてこう炒めたものにこうごま油を入れてこう作るんですけど、煮立たせて、それがラージャンっていうんだけど、それをこうかけて豆腐につけて食べるんだけど、うん、それは、うん、すごい美味しい。それも瓶詰めにしてもうしゃぶしゃぶとかにつけても美味しいし、なんかこんなの早くちゃんと作っとけばよかったって後になって思いました。へ、うん、でもすごく楽しいですよ料理。いいですね、うん、いいですね。でも家族からプレッシャーかけられるのかなって思うとちょっと私もなんか秘密にしていかなきゃいけない気がしてきましたそうでしょ、すぐに再現するのは そこで楽しかったで終われたらすごい。そうなの、本当に楽しい。なんかこう8人ぐらいの人とこう、うん、初めましてとかで仲良くなりながら、うんうん、お料理を習うっていうのが、うん、なんか人見知りなところもあるから。でもみんなそんな感じだからなんか意外に平気なんです。みんなちゃんと距離感を持って、うんうん、だからみんな誰が何やってる人なんか全然わかんない。だから私も黙ってれば絶対誰だってバレないぐらい。いや、バレるバレると思います。バレない、バレないですよ。普通にそこ馴染んでるから普通にそこにストンって行って、うん、いいですね。いい時間ですね。うん、すごい豊かですよ、じゃあやっぱりこの半年とか1年以内だとは思うんですけど、うん、そうやってお料理教室通ったりとかして新しい世界を開かれてみたいなところが新しい刺激みたいなものにも西田さんご自身にとってなってるっていう感じなんですかね。自分の引き出しだけじゃないから、やっぱり人と接することによってこう広がる知識だったり、ね、そういうのがあるから、知らない人と会って話したりするのはすごいいいなって思ったし、コロナで余計にこう人と接することが少なくなってきてしまったから余計にすごいありがたい場だなって、うん、思いました。なるほど、うん、今のその料理教室に通ってっていうお話聞いてても、うん、今まで何回か西田さんとお話しさせてもらったりとか、うん、インタビューさせてもらった時に、うん、なんかこうご自分でご自分をあんまりこう決めつけすぎてないっていうか、うん、いや私はこういうとこには行かないとか、うん、こういうのは苦手とか、うん、こういう役はやらないとか、うんうん、なくてなんかこうとりあえずやってみようとかっていうことをすごく大事にされてるのかなっていう印象があるんだけれども、うんうんはい、私たちのそのお店のお客さんが、うん、春子を通じた西田直美さんに持っていらっしゃる印象でも、うん、やっぱりすごくチャーミングな方だっていうキーワードはよく出てきていて、うんうんまあ、チャーミングでただこう明るく元気とかっていうことではなくて、うん、やっぱり自分をちゃんと持っているとか、うん
年齢を重ねてもしなやかとか、うん、そんなことを一つの言葉で表現してる人が多いのかなと思うんですけど、うん、私も西田さん年齢を重ねていかれるほどに、うん、こう頑固とは全然なんかこう逆の、うん、ある意味で本当こう可愛らしく見えるシーンがご一緒しててもあったりとか、うん、そうですか。そうなんですよ。そういう秘訣っていうと大げさな聞き方だけど、うん、なんか意識されてることってあるんですか？チャーミングさとか、まあ、しなやかさみたいな。ないない、全然ない。なんだろう、でも若い頃と比べたらすごく私も丸くなったので、本当にその映画の中で出てきた優子ちゃんみたいな年頃の頃と比べちゃうと、うん、はい、あの頃はすごくとんがってたし、うん、なんだろう、協調性なかったので、なんか本当仕事するようになって、いろんな人と接するようになって、うん、もちろんまあ結婚したり子供産んだりいろんなことも絡んでくると思うけど、それですごく自分の中の間口が広くなったっていうか、すごくいろんなことをこう許容できるようになったし、寛容になった気はするから、でもそれはそれで面白いからね。例えばもっと若かった時みたいな、その20代とかに許せなかったのってどういうこととかがあったんですか？いっぱいあったと思います。中学生ぐらいの頃からなんか、うんうん、ムカつくって、うちの娘もそうだけどムカつくすぐムカつく言うのね。なんか何にムカついてんだか知らないけど、すごい娘見てたら自分を思い出すんです。プリプリして一人で怒って、うんうん、何が気に入らないの、あんたすごく恵まれてるよって言いたくなるんだけど、言っても本人気づいてないんだよね。その、うん、でも冷静になった時とか、昨日とか母の日だったじゃないですか、うん、そういう時にお手紙とかくれると、私はいつもママに支えられてるよみたいな、ありがとうみたいなことを書いてきたりするか、分かってんじゃんって思うんだけどでも普段の生活の時はすごくプリプリして、なんかもういろんなことにムカついてるよね。でも自分もそうだったと思う私ね、昨日、明日そうだ、西田さんとラジオ収録だと思って、うん、ナビーの声見てきたんですよ。いや、私ちょっと、そう、20年のこのね、時間を味わうために、いや、私もう放映当初見てるんですよ、実はあれ。すっごい気になって、当時まだ DVD だったのか、ビデオだったのか、まあ、ツタヤ的な場所に行って借りてみたのが初めてなんだけど、それで、平富さんっていう方をその映画で知って、で西田さんも知ってって、おじいとかおばあが歌ったり踊ったりっていうのがあって、沖縄っていうのはどういう場所なんだろう。で、その後数年後にその映画の影響で友達と初めて沖縄に旅行行ったりしてるんです。昨日夜ね、久しぶりに2時間見て、いや西田さん声変わんないんですね。変わんない？びっくりしちゃった、久しぶり。一緒？一緒です。この喋り方でしたよ。あ、そうかな。タンクトップ着てましたよ。そうですよ。沖縄で。そうですよ。タンクトップ着てる。タンクトップ着てる。そうなんですよ。そう。いや、もうこれ永遠に話し続けられそうなんですけど、じゃあちょっと映画についても引き続きお話をお伺いしたいなと思うんですけれど、吉部さんも聞いてみたいことがあるっていうことですよね。あ、そうでしたね。ドラマを社内で作るよってなった時に、西田直美さんにまずはオファーしてみるよっていうのも夢の話なのかなって思ってたけど、受けてもらえたよって聞いた時に、社内中が嘘でしょっていうもの本当ぶち上がりまして、本当ですか？そうなんですよ。なんか雑貨屋だし、ウェブだし、なのにドラマ作るって私たち自身も全然つながっていなくって、なんかトンチンカンな話だと思われなかったのかなとか実際思っていて、そうなんですか。そういうお話が来た時に、率直にどう思われたんだろうっていうのを伺ってみたかったです。そう、一番最初話が来た時にマネージャーさんに、なんかインテリアとかやってる会社らしいんですけど、こう暮らしの道具店って知ってます、って言って見たら、なんとなくなんかこれ見たことある気がするって言って、ちょっと調べてみるって言って調べたら、なんかこのページ開いたことある気がするって言って、あ、でも、そこがどうしたのって聞いて、したらなんかそこがね、なんかウェブドラマみたいなのを作るらしくってっていう話を説明されて、へーって言って、なんか
西田さんどうしますみたいな感じだったから、はいはい、企画書みたいなのありましたよね、はい、ありましたありました。こう想定の人物が何人かこういて家族の物語にするっていうなんとなくのプリントみたいのをいただいたので、うん、であでもドラマ仕立てになってるみたいだねって言って、うん、わかんないけど、うん、なんかこの世界観は好きだし考えるんだったら全然やってみていいと思うっていう風に、うん、言ってで、うん、あそうですかってじゃあそういう風に前向きにっていう風に伝えますねって言われて、うんうん、そしたら本当に、うん、話が進んでいったので、うん、みたいな本当にあやるんだって思って今に至るんですよ。その時に本当に興味持っていただけてよかったなって改めてお話聞くと思います。映画までね、その後3年かけて一緒に気づかせてもらえるとは当時私も思ってなかったっていうか、1話撮って何かお客様から引きが強かったら、まあ、続きの輪も撮るかみたいな希望はあったけど、まあ、1話で終わる可能性も 70% ぐらいあったんでそう、私もまさか続きがあると思わなかったから、1話終わった後はまたねって別れなかった気がするんですよね。確かに結構なクランクアップ感を出して、そうですよね、ありがとうございました、はい、みたいな感じでね、うん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 、終わったので。そうですね、うん、本当に、まあ、ドラマを4話演じていただいて、うん、今回劇場版青化けのテーブルっていうのは、うん、また優子役の栗林さんはじめ、はい、いろんなキャストさんも追加で出てくださって、うん、はい、少しいつもの青化けより世界がこう広がって、うん、はい、ストーリーが膨らんでるなと思うんですけど、うん、映画まで出演していただいて、うん、春子っていう役どころとの出会いとか、うん、で西田さんの全俳優人生の中でいろんな役を本当に演じていらっしゃると思うんですけど、うん、なんかどんな位置づけとして、うん、まあ、できたら演じてよかったなになってたら嬉しいなって私なんかすごい思うんですけどもう春子は演じるもんかってなってたら嫌だけど、もしそのいい方の振り返りになってくださってるとしたら、そうですね、一度率直にお伺いしてみたかったんですよね。なるほど、うんうん、すごくね、久しぶりに等身大な女性の役だったと思う。なかなかその私ぐらいの年齢になっちゃうと役っていうのが、はい、まあ、お母さん目線の役だって、まあ、うん、今回もお母さんだけど、はい、自分に近いっていうのかな、働いていて家庭持っていてお母さんでみたいな、でこの年齢だからこれぐらいのある程度のキャリアも持っているっていう、そこの責任とか下の人に対するなんかそういう人間関係だったり家族間の関わりだったり、うん、そういうのがすごく現れてる役だったと思うんです。そういうのがすごくなかなかない役だったので、私はやっててすごく楽しかったし、今はわからないけど、うん、後々振り返って自分の人生をもうちょっと経て行った時に、はい、この作品は自分の転機になったような作品になると思ってます。おー、やばい、ね、本当ですか、うんうん、そう思いますよ。いや、うん、このラジオの放送を兄が聞いて涙ぐむと思います本当、はい、確実にここ涙ぐむと思います。本当、うん、すごく光栄な言葉だし、すごく嬉しいし、私もやっぱり自分の人生で映画作るとかドラマ作るなんて予想もしなかったけど、そういうやっぱプロジェクトに会社でチャレンジすることで、私はねすごい西田さんに会えたのがすごい嬉しいんですよ、やっぱり。本当ですか、そんな嬉しい、こちらこそ。なんかやっぱりこういうさっきのお料理教室の話も、うん、その閉じこもっていないでいろんなとこに出ていって新しい人と出会って大事だよっておっしゃってましたけど、うん、はい、私もくしくも料理教室はなかなか通えてないんですけど、うん、こういうところでやっぱり会えた人たち、うん、素敵な人たちとかやっぱもらった言葉が、うん、こうやってすごいこう自分の心に溜まっていって、うん、またこの先の人生でそれが何かに変わったりするのかなとかって思えるので、うんうん、そう、私もねやっぱその出会いに何より感謝してますね、うんうん、なので今もういただけたね言葉すごい、うん、
私も一言いいですか？いや、等身大っておっしゃってましたけど、はい、本当にそうで、そのお母さんでもあり仕事する人でもありって、うん、いろんな役割がある中で、うん、やっぱりこの自分であるっていうことをすごく軸に大事にしているので、はい、うん、そうだ、私お母さんの顔もあるけど、お母さんとして振る舞うだけが私じゃないよなとか、うん、その一人の人間としてこれからも生きていくんだろうって実感が湧いてきて、うん、あ、自分大事にしようってなんか見終わった後にすごく思えた作品でしたね。春子さんに会えてよかったです。あ、よかった。そんな言ってもらって、多分ラジオを聞いてくださってる方の中にも、今本当吉部さんが言ってくれたのと同じような気持ちでこの作品の春子を見てる方たくさんいらっしゃると思うので、多分今の吉部さんの言葉にみんなブーンっつってお風呂の中でこううなずいてる可能性あるよ。ジャボンジャボンっつって、いや本当まだまだね、うん、お話お伺いしたいことたくさん足りないんですけど、はい、でも今日は本当忙しい中でねお時間割いていただいて、うん、すごいグッとくるお話たくさんいただいて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後に西田さんから、はい、改めてこの映画青化けのテーブルについて、はい、ラジオを聞いてくださっている皆さんに向けて一言お願いしてもよろしいでしょうか？そうですね、青化けのテーブルはねとっても美味しい映画なので、美味しいだけじゃなくて、こう、なんだろうな、すごくこう、自分を振り返りつつ、自分のこう、未来にも思いを馳せられる、そんな映画だったりするので、私も映画館が大好きで、映画館の中でみんなと一緒に一人でいられる特別な空間だと思うから、ぜひ劇場で、苦しい時でもいいし楽しい時でもどんな時でもいいから、なんかちょっとこう気持ちにゆとりが生まれて自分を楽しめればいいなって、終わった後にホッとしてくれればいいなって、そういう風に思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください。ありがとうございます。ぜひ皆さん劇場へ行っていただけるとね、そうですね、本当に、はい、嬉しいなと思っております。じゃあ本日のスペシャルゲスト俳優の西田直美さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて今夜のインターネットラジオチャポンと行こうはここまでです。皆さん本日のお湯加減いかがでしたでしょうか？吉部さん、今日はね特別に出張収録ということで俳優の西田直美さんのお話を伺いに私たち行ってまいりましたが、今どんなお気持ちとともにお湯の温度をこれ私の気持ちの温度になりそう、もう吉部さんの今日温度でいいんじゃないかなって私思います。とっても緊張しましたね。あ、そうですね、そう、本当に初対面だったので、でもすごい温かい空気でゆっくりお話しくださって、喋るうちに緊張ほどけてきたんですけど、会えてよかったなっていう、ただただのファンみたいな感じになってる。お湯の温度は48度、48度、熱めですね。あ、そうですね、お会いできて嬉しかったですよね。嬉しかったです。本当にいつも気さくに正直にいろんな話してくださる方なので、本当会うたび好きになっちゃいますよね。素敵な方でしたね。ねえ、皆さんもね、西田さんのお話直接今日ラジオで聞いてもらってどんな感想を持たれたか、ぜひおしなり3回と同じようにたくさんお便りとかでご感想を寄せいただけたら嬉しいなと思います。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube、それから Apple Podcast、Spotify、Google Podcast や Amazon Music など今7箇所のプラットフォームでお楽しみいただくことができます。ぜひご自身に合ったプラットフォームでラジオを引き続き楽しんでいただければ嬉しいです。全国のチャポロアの皆さん、お便りお待ちしてます。次回の放送は7月4日日曜日の夜20時になります。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。